福島第一原発では増え続ける汚染水タンクの建設をスピードアップするため巨大なタンク6つが海上輸送されきょう陸揚げされます1つに汚染水が700トン入るタンクは兵庫県の工場から船で運ばれ14日からいわき市の港に係留されていました同じタンクを原発敷地内で組み立てると2ヶ月かかりますが 工場でで完成ししたものののをを搬入し建設の時間を短縮すするのが狙いです福島第一原発で現在タンクにためている汚染水はおよそ45万トンですが今後の増加を見込むと35万トン分のタンクが新たに必要で建設のスピードアップが求められています